ドクター X、外科医、大門未知子、第7シリーズが12月16日の放送でフィナーレを迎えた。視聴者からはハチスカの、パートニアー、告白、に、好感度爆上がり、などの声が続出、すれ違いラスト、にも様々な反応が寄せられている。写真、ドクター X、外科医、大門未知子、最終話。100年に一度のパンデミックの中、日本最高峰の大学病院、東帝大学病院、では感染治療と内科を最優先し、不要不急の外科手術は延期。かつて花形だった外科は別棟の分院へ追いやられ、代わってメスを使わない、ケミカルサージェリーを推進する内科が台頭。内科部長が病院を牛耳る中、未知子が舞い戻る、というストーリーが展開してきた本作、いたしません、私、失敗しないので、といった名セリフでおなじみ、フリーランスの外科医の大門未知子を米倉涼子が演じるほか、ケミカルサージェリーを推進、感染研究センターの設立に注力してきた矢先。癌が発覚、さらに新型ウイルスにまで感染する蜂須賀龍太郎に野村萬斎。未知子と同じく、神原名医紹介所に所属するフリーランスの麻酔科医、城之内ひろみに内田由紀。東帝大学病院の外科リーダーを務める梶秀樹に勝村政信。中国から帰ってきて東帝大学病院に復帰した原守に鈴木康介。元外科部長、海老名隆に遠藤健一。看護師の大間雅子に今田美桜。広報室長の三国長子に杉田薫。ある、海外ではホワイトジャックと呼ばれ、東帝大学病院にやってきたコオロギヒロに要潤。未知子が、師匠、と慕う神原名医紹介所所長の神原明に岸部一徳。今シリーズでは院長代理として分院に追いやられた昼間重勝に西田敏行といったキャストが出演した、以下ネタバレを含む表現があります。ご注意ください、自らの癌の手術を未知子に依頼する蜂須賀。執刀を頼まれた未知子は 100% の成功を誓うが、その矢先、感染研究センターが蜂須賀自身の手で封鎖される。センターを見学した海外の感染症研究所所長が帰国直後、新型ウイルスに感染。病院内からも日本国内初の感染者が一人出た可能性が浮上し、蜂須賀は院内の人間に避難を促し自らを隔離する。そんな中でも未知子は蜂須賀のオペを翌日に実施しようとするが、蜂須賀は自分が感染していることを明かし手術を拒む。限界を迎え倒れた蜂須賀を未知子は手術室に運び、城之内や梶、原、海老名、さらにコオロギも加わって蜂須賀の手術が行われる、というのが今回のストーリー。